はい、倉敷美観地区に来てみました。木造の建物、まだこの辺、そこ曲がったところですね。みんな撮ってる、この通りだ。渡っちゃおう。わあ、映画のセットのような、すごい。おお、映画のセットのようですね。ちょっと歩いてみよう。こっちはね、なんともない。これはお土産屋さん。ゆず、これは運河なんでしょうね。川で物を運んだりしてたんですね。これはジーパン屋さん、階段で荷物を上げたり下げたり、ブルドーグ、おお、素晴らしい。これ壺とか売ってますね、焼き物。これ茶色いのがいいですね。自転車とか、これは何の木だろう。桜なのかな。ちょっとしたお土産屋さん。これはうどん、そば、2階建てなんですね、みんなね。うどん、そば、地酒、お酒が飲めるんですね。輪を覗くということで、じゃあバイクで来てもいいんだな、あ、なんか、ね、小道もあるし、団子、あ、しばらく続くんですね、これね。人力車があって。これ一段下がったところも歩道があるんですね。これは旅館、すごい、鴨居、ああ、こういう路地なんかも全部昔の作りなんですね。食事もできて、時々見えるね、街の景色はちょっと気になるけど、ああ、この屋根の瓦の色も特別な。
披露してる。美観地区。ああ、トンネルがある。大原家重要文化財。ああ、これはまだあんのかな。結構歩きましたね。ちょっと行ってみよう。結構広いですよね。あ、これ見学、大原美術館、結構広い。水路とか、さあこれね、落ちないように気をつけないとな。ここもなんか見学できるんですね。倉敷物語館。これちょっと覗いてみようかな。観光案内ですね。観光無料。あ、これはいいのかな。有料なのかな。そこで終わりか。ね。そこで終わりですね。